材料はですね、玉ねぎみじん切り、一回水にさらして玉ねぎの苦みを取って軽く絞ってます。でパセリ、これもみじん切りで軽くペーパータオルで絞っておきます。そして蜂蜜、レモン汁、きゅうりのピクルス、そして塩コショウとゆで卵ですね。それでは合わせていきましょう。エビフライご用意してました。これ洋風のタルタルソース、はい、こんな感じですね。2つ目は和風のタルタルソースですね。それでは合わせていきましょう。はい、こんな感じですね。蒸した野菜に合わせてみました。はい、こんな感じです。中華風のタルタルソースです。まあ特徴的には、まあ、豆板醤が入ったりオイスターソース、トマトをちょっと多めにしてございます。これ材菜はよくスーパーなので小さい瓶に入ったやつで構わないです。それでは合わせていきましょう。焼き魚、ムニエルですね。とても相性いいですね。はい、こんな感じですね。